はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、速攻の超張りをですねかけてみたいなと思います。まずこの2本の杭をですね、だいたい超張りの板ですね、このザラ板の幅ぐらいに、打ちます。そして、私の場合はですね、この両方の杭の上にですね釘を打って、レベルでですね、測ります。これスタッフを当ててですね、で測って速攻の天板の計画高とこの釘の高さの差を求めてですね、そしてここに、釘で印をします。こちらもですね釘で印をします。まあ、こちらはちょっとあらかじめ打ってありますんで、あとこちらですね、まあ、釘のですね3分の1程度打ち込んでちょっとこう飛び出てるぐらいな形にします。そして板ですね、超張りの板、このザラ板を一度乗せます。これにですね、このように乗せてでですね、まあ、水平器で一度確認します。で、まあ、水平であればですね、測量が合ってるということですね。まあ、片方だけですねレベルで測って水平器でこのまま上げてもいいんですけども、まあ、両方測った方がですね、チェックにもなるし、測量の間違いが見つけられるかなということで、私はこう両方測ることをお勧めしております。でこれでですね、水平が合ってますので、これで打ち付けます。打ち込む際ですね、板をこのように上げますんで、その時にですね外しやすいように釘を、まあ、少しですね釘抜きがかかるぐらい残しておきます。で例えばこちらからこう上げる際ですね、この高さの印の下の釘が邪魔になるんで、これは抜きます。そしてですね、まあ、こちら例えばこう抜いてですね、あとこのように速攻をですね設置する際、このようにこう上げてですね、速攻を設置して、設置終わったらまた戻すとという形ですかね。この板の取り付けが終わったらですね、次は速攻の位置を出します。まあ、トータルステーションまたはトランシットでですね、用地杭、それからその速攻の通りのポイントをですね、ポイントとポイントを示準してまっすぐだ氷を出します。その時にですね、トータルステーションでこの通りをこの板に印してもらうということで、こういう差し金があればですね一番早いんですけども、この板はもう水平ですのでこれに合わせてですね、でトータルステーションで、まあ、この差し金のこのこっちの面をですね見てもらうと、そして、OK であれば印をするという形でしょうかね。はい、そして、まあ、例えばですね、300の内蓋式速攻であれば520の幅でしょうかね。なので520の幅で、まあ、印してですね、はい、そして糸が張れるように、まあ、こちら側の、底の面にですね釘を打っておきます。はい、でこれでですね、まあ、底の通りがこちらに出ましたので、これで速攻の超張りの設置は完了ということになります。あとはですね、この超張りの板が上場なのか下場なのか、それから
まあ、あとは側転とかですね、作業の時に分かりやすい、作業の時にですね必要な情報をですね、まあ、板に書いていただいて、終わりということになります。まあ、あとここにですね何か色か何か塗ると一番分かりやすいでしょうかね。はい、ということで、側溝の長針の書き方ということで、解説させていただきました。